本日、2020組織委員会は解散の日を迎えることとなりました。組織委員会の解散にあたりまして、職員のこの東京大会あらゆることがありましたけれども、確実に世界の皆さんにあれだけ状況が困難にあってもやっぱり日本だからやれたんだという大きな評価をいただいたということは、職員の皆さんが日々努力をしてくださったその賜物だというふうに思っております。すいません、ご主催の皆様。